昨日あのう、国民主党の玉木代表が会見で、えー、立憲民主党が公寮で原発ゼロを掲げていることに関してということで、いろいろとお話があったと聞いていますまず2020年に立憲民主党に行かずに、ですね、えー、小さいながら我が党を残した一つはです、ね、やっぱりじ立憲民主党の公寮に原発ゼロって書いてることですよね。まあ、あの政策これ総選挙に向けて 共に政権を担うという決意があるのであれば、政策のすり合わせというのは一定私も必要かなと考えています、まあ、そして代表間ではその認識は一致をしていて、今、連合の議員団を一つのテーブルとしてですね、さまざまにまずそういったところでも話し合いをしていただいています。一方でやはり各政党それぞれぞ え考え方があって別な政党なわけですから。まあ一方的に相手に何々を変えろとか、何々はけしからんということは、それはやっぱり通信のべきだと思いますね。あれ、お互いちゃんと話し合いの中でやっていくべきことであろうということだと思います。あの立憲民主党が私の今代表の下でですね。現実路線に立っているって言うのは、まあ、これまでも何度も説明をして。 まあ、多くの党,の党内にもです、ねまあ、理解をいただいているところでありましてで、現に立憲民主党のこのエネルギー政策というか、党の考慮を改めて読ませてもらいますと、あが党はこのエネルギーのところで,です、ね、私たちは地域ごとの特性を生かした再生可能エネルギーを基本とする分散型エネルギー社会を構築し、あらゆる政策資源を投入して、 原子力エネルギーに依存しない原発ゼロ社会を一日も早く実現します。でここの,その原発ゼロという文言だけをです、ね、ひたすらそこだけ切り出して考えるというのはやっぱりミスリードですね、今の文章を読んでいただいても。でこれ、文章を読んでいただくと、まず私たちは地域ごとの特性を生かした再生可能エネルギーを基本とする分散型エネルギー社会を構築するんです。でその構築をして えー、あらゆる政策資源を投入して、原子力エネルギーに依存しない原発ゼロ社会を一日も早く実現をしますということで、まあ、あの全国各地で、僕はもう演説でも、えー、そして党内でのお勉強会でも言ってますが、安定供給は当たり前じゃないですか、そしてできる限り国民生活に、あるいは企業活動に影響が出ないように、安価安定の供給っていうのがこれ、当たり前ですし、今、立憲民主党はその路線で、えー、考えています。 ですから、新たな安定的な電源、これは再生可能エネルギーで進めていきたいと思いますが、新たな安定的な電源がまさに安定して供給されるというところまでは、まあ、従来の現在のさまざまな発電というのは、やっぱり利活用していかなきゃ、それは国がやっていけませんので、そういった意味で現実的な対応に立っていて、何も立憲民主党が政権を取ったらですね、 すぐ原子力発電所を全部停止しますとか、そんな話は全くしていないわけです。あくまで現実路線、安定供給、安価な供給ということを言っていますので、まあ、繰り返しになりますけども、立憲民主党は安定政権を作るための政策をそあえています。 現実的な考え方に立つものに対して、それでもなお、違うんだ、違うんだと言っていくのか、そこで政権を担う覚悟というものも問われていくんだと思いますま、そういったところも含めて、立憲民主党としては立憲民主党の主張をこれからもやはりしっかり大事にして、もちろん話し合いはしていきたいというふうに思いますし、どこまでどういうような合意形成ができるかというところは、丁寧にまた相手を尊重してやっていきたいなというふうに考えてます。 おりますしかしやはり話し合いが大事であると、一方的な見解だけではです、ね、これはうまくいくものもうまくいかなくなるということですから、まあ、そこはしっかりわれわれとして丁寧にやっていきたいなというふうに考えておりますそれでは質疑応答に移りますので、ご質問のある方は挙手をいただけますか朝朝日日新新聞聞さんどううぞのののの伊沢でです、はい、あの冒頭発言の最後の方で触れられらていいたその野党とと連携というか。 考え方を聞くということなんですけれども、これ、すでに具体的にどの党とどういうやり取りがあったのか、今後どういうやり取りをしていくのかっていうことを、ちょっとあの明かせる範囲で教えていただけますか。そうですねあの各党の代表とそれぞれ意見交換はしています、まあ、夜あったりだとかっていうことも含めてですね、はい、そういったことをまあこの7月、8月においても、やはり改めてやっていきたいなと。 はい、考えてます。その他の野党というのは、えっ、ー、と、国民民主党と日本維新の会。それ以外も含まれるんでしょうか。あの共産党さんもですね、これまでも意見交換をしてきたということもあるし。やはり考え方を、その時その時聞くということも大事なことだと考えています。まあ、社民党さんも、ね、令和さんも、できるだけと思ってますけど。あ、なるほど。じゃあ、特にその野党で、あの、とことと限らずに全、全全体を通じてこう党首と会うっていう。 やっぱり、ね、立憲民主党、本気で政権交代目指してますから、はい、それはやっていくべきことだと思ってます。 続いて、ちょっとあの代表選挙のことで伺いたいんですけれども、あのまあ、立憲民主党では9月中に代表選挙ということで、まあ、自民党の,あの総裁選挙とまあ時期を合わせて、近接する形であの開催することも検討されているということなんですが、まあ、そこに関して代表のお考えがあれば教えていただきたいのと、現時点であの代,表代表選挙にあの立候補する考えはあるかどうか、教えてくださいまあ代表選の日程は、これはもう代表の手を離れていることなので、まあ、僕からは何か答えることはないですね。 でまあ、次の代表選、これはあの必ずやってくるものではありますけれど、まあ、自分はこの3年間、まあ、厳しいところからですけれども、党のとにかく再生を図るということで取り組みをしてきてです、ね、時間のかかるものもありましたしい、すぐ着手できたものもありますけれども、まあ、そういう中で、 あの一歩一歩、今、国民の皆様の期待がいただけるようになってきたというところまでは来た、しかしまだゴールではない、全くもってまだ確かに候補者擁立ももっと増やさなければいけないし、まだゴールとは言えない状況ではありますので、まあ、そういったことを、ですねまずはとにかくこの7月、まあ、全力を尽くして候補者擁立なり、そして全国を回る政権交代案アというのを続けてきてですね。 そういう中で皆さんともさまざま今意見交換もしていますのでよく、えー、党員そして自治体議員国会議員の皆さんのまあ声を伺っていきたいというのが今の段階ですはい。テレビ朝日さんどうぞテレビ朝日の森本ですと先ほど冒頭発言の最後でら来週にあの野党のどちらかの党かと なんか意見交換の場を設けるみたいな言い方をされたと思うんですけど、はい、そこっていうのはまあ具体的にはどどこさと意見交換の場があるんでしょうか。あ,あ、まあ来週からと言ってもいいかもしれませんけれど、あ,あ,あのまあからも何もね普段からやってることなんですけれども、まあまあそうですね。あの国民さんともあの維新さんともはい。やる予定がもうあるという。まあ一応そう考えてます。はい。ありがとうございます。はい、三階さんどうぞ。 産経新聞の深津と申します。あの、国民民主党とのあの協議についてお伺いいたします。その冒頭のご発言の中で、原発ゼロに関して、まあそこだけを切り出すのはミスリードではないかというふうにおっしゃられました。まあ、その後、そのまあミッション型内閣も含めてその意見交換をする場を設けていらっしゃるということだったんですけども、玉木代表との間でそういったこう原発ゼロに対するまあ見解などについて、すでにこう話し合われたりということはしていらっしゃるのでしょうか？ま、正式な政策協議を例えばテーブルについて。 たわけでではないですね、まあ、あくまでいろんな話をしてきているので、まあ、その中でここはこうしてほしいなあみたいなのは、やっぱり国民民主党、まあ、玉木さんの側としてのまあ思いっていうのは、これまでも聞いたことはあるし、えー、今回、記者会見で,です、ねえー、おっしゃられたということも、まあ、あそれはおそらく玉木さんの考え方あというか、党の考え方あ、国民主党側の考え方なんだろうなと思います。まああのね 僕はのかつての立憲と国民の合流のときに、今の立憲民主党の綱領を大坂さんと一緒にまとめろと言われて、まとめた当事者です、政調会長としてね。で、まとめたものを当時、党代表である玉木さんにお見せをしたことはあって、そのときにはこれでいいぞと、行こうよっていうふうに言われた経過もあってですね。 ですから、その時もあも表現は原発ゼロとはいえ、即ゼロではないし、やはりいろんな前提の中で、それをしっかり取り組んでいく中で、将来的には、しかし、それはまあ思いとして一日も早く実現するということではあるけれども、かといって、一足飛び、二足飛びはやっぱりできるものではないので。 まあそういう現実路線の中で、の今の立憲民主党の考慮ができているということは、当時の理解としては共通されていたものではないかなと、もちろんその後、いろんな形で、例えばやっぱり、これ、玉木さんもおっしゃってますが、原子力産業で働く方々の受け皿という意味で、そういったところからも疑問の声が上がったということは、私も聞いていますので、そういうことで、じゃあどうやって、 えー、そういった経過がある両党だけれども、お着地点なり合意点を見出せるのかということは、まあ、僕は可能じゃないかなって、正直思ってますね、はい、そういったこう、まあ、経過も含めてこう、まあ、その連合組織内の懇談会とはまた別にその、まあ、まあ、いわゆる玉木さんがおっしゃってらっしゃるようなその原発だとか外 あいつの保証だとか、憲法化についてのその基本政策の協議を行う場っていうの。に関する準備状況っていうんですか、ね、そういった進捗状況みたいな、どういった状況になるのでしょうか。いや、まだ別にっていうところではないですね。はい、ありがとうございます。えっと、フリーのホットです。富の補選で。もともと。ゼロだったところに、銀貨さんが。勝ちました。 連合東京の推薦を受けているとは言いながら非常に苦労して勝ったと思うんですけどもねぎらいの言葉をかけてあげましたかはいかけてあげましたそうですかどうもありがとうございます <laughs> それからですねあのまあ都議選なんですあ都知事選なんですけどもこれまあ誰が責任取るかとかいうことじゃないんですけども、まあ、自民党の東京都連会長 萩生田さんは2勝6敗だったたこととを受けて辞めると言いました、えー、次の会長には誰がなるか分かんないんですけどももともと自民党は5議席あったわけですよねそれで8人立てて2勝6敗だったんですけどもこちら側都知事選で立憲民主党を離れたとはいえ実質的にやっていた。 手塚さん、長妻さんの責任をどのように泉さんは考えられますか、はいあのー、島根の知事選挙でも、京都の市長選でも、沖縄の知事選でもそうなんですけど、要は全国の地方選挙、そうなんですけども、基本的に都道府県連で考え方を決めて、その選挙に臨んでいくというのが、立憲民主党の組織のスタイルですね。 もちろん東京はそれでもものすごく大きい首都の戦いですから、われわれもさまざまに関わるということではあるけれども、基本的には立憲民主党の組織としては、各都道府県の選挙については、都道府県連が対応するということです。まあ、そして今回、蓮舫さんが無所属で立候補するという戦いを選択をするということで、われわれもそこを全力で応援をするという形になりました。そういういい中で今分析も行われているし そして東京都連として、この選挙にどう向き合うかというところは、まあ、やっぱりあのまだ結論が出てる話じゃないと思うので、どう向き合ったかですね、えどう向き合ったかですね向き合うじゃなくて。ああただ、まあ、まだ選挙は終わったけども、うん、その中身についての分析だとか総括というのは、現在進行形ですから、そういう意味は向き合うかということですね、はい、じゃあ、また来週お伺いします、ありがとうございましたはそれはでも、都連は記者会見するかどうか分からないけども、都連の方に聞いてもらう話なん一つね。 まあ長妻さん続投するかということに対して萩生田光一が辞めていないからということを言っていたんですけど萩生田さんは責任取って辞めましたからね。そう言ってました。ということでまた来週よろしくお願いします。うん、マニさんどうぞ。毎日新聞田辺です。えっと原発の下りでですね、まあ国民民主党との着地点はあるというような考え方をおっしゃいましたけれどもあのあの連合はですねあの国民民主党と 基幹政策であの合意することは大事だと言っており、その中でまあエネルギー政策だったり、うんうん、あと防衛と憲法ということも言ってます、うんうん、具体的に何ということは言っていないんですけれども、あの防衛分野、憲法分野でも、えー、原発と同じように、エネルギー政策と同じように、国民民主党とあの着地点を見出すことはできるとお考えでしょうか、ええ、できると思いますよ、はい、今、どのあたりが課題になっているとしたら、どのあたりがあの話し合う必要があるかなとお考えですか。うん えーとそれは防衛政策のどのあたり、それともいろんな分野の中のどのあたり。それはもうすでに連合の文書にも書いてある主要項目というものがありますから、そういったところが論点になると思いますね。エネルギー、防衛、まあ、安全保障、ねえー、憲法、まあ、それぞれすり合わせができればいいと思いますね。と、はいずれもできるだろうというような期待はもちろん。あ そんな、ね、一方的な期待や推測してもしょうがないんでできたらいいなとは思いますよそ,れは、はい、そろそろよろしいでしょうか他にありますか、はい、では終了しますはい